カルビン・ドーレンス・ブースは、アメリカ合衆国、オハイオ州出身の元バスケットボール選手。NBA の数々のチームで控えセンターとしてプレーし、現在は、デンバーナゲッツのアシスタント GM を務めている。ペンシルベニア州立大学から1999年の NBA ドラフトで、ワシントン・ウィザーズから35位で指名され、NBA 入り。2001年2月に大型トレードで、 ダラス・マーベリックスに移籍。同年のプレーオフファーストラウンドのユタジャズ戦の第5戦で、ブースは82から83で迎えた第4、クォーター残り数秒の場面で、マイケル・フィンリーからのパスを受けて、逆転のレイアップシュートを決めた。マーベリックスは84から83の大逆転勝利を収め、カンファレンスセミファイナル進出を果たした。2001年夏。 ブースはシアトルスーパーソニックスのオファーシートにサイン。マーペリックスはスーパーソニックスの契約をマッチングをせず、移籍が決定。ブースは大型契約を獲得するも、控えセンターの意気を脱せず、各チームを転々とした後、2009年以降は契約するチームが現れずに引退。通算成績は平均4.1得点3.3リバウンド1.2、ブロックショットに終わった。 2015年からミネソタティンバーウルブーズの選手管理部門ディレクターなどを務めた後、2017年8月にデンバーナゲッツのアシスタント GM に就任した。ありがとうございます。